720S はイギリスの自動車メーカーであるマクラーレンオートモーティブが生産している自動車である。社名の 720S は720馬力であることを意味している。720S は2017年3月に行われたジュネーブ賞でお披露目された。この 720S からマクラーレンの中核モデルであるスーパーシリーズは2世代目に移行し、いわゆる P1 ルックではなくなり、 先代モデルの 650S からボディエクステリアエンジンがすべて刷新された。650S のバスタブ型のモノセルから 720S ではモノケージ2に進化し A ピラーから B ピラーまでセンターピラーでつながる構造となった。マクラーレンの車種の特徴であるディヘドラルドアワールーフ部分まで回り込み A ピラーにもヒンジを持つダブルヒンジ式とされた。グレードは 標準車のスタンダード、パフォーマンス、ラグジュアリーの3タイプが用意される。エンジンは MP4 から 12C から 3.8LV 型8、気筒ツインターボエンジンである M838T 型が長らく使用されていたが、720S からは新エンジンである4.0リットルの M840T 型が搭載される。これにより、 最高出力は 650S の650馬力から720馬力と大幅に向上した。油圧制御のサスペンションはプロアクティブシ,ャシーコントロール中に進化。ドライブモードはコンフォート、スポーツ、トラックから選ぶことができる。また新機軸として特筆すべきは可変ドリフトコントロール機能である。 中央のインフォーテイメント画面から指でスワイプするだけでドリフト角度を設定することができ、一般のドライバーでもドリフトが楽しめるとのことである。720S の最大の特徴でもあるアイソケットと称したヘッドライトユニットは照射角度がステアリングによって変化するアダプティブ LED マトリックスヘッドランプを採用。ヘッドライトの下部はデイライトを兼ねた。 シーケンシャルウィンカーを搭載している。さらにその下部はオイルクーラーに空気が流される構造となる。650S には両サイド降臨直前にエアインテークがあったが 720S はサイドウィンドウ後方に設けられた。ドアパネルにはバージボードが設置されダウンホース増加に寄与している。インテリアではメーターパネルは折りたたみができるようになっており、サーキット走行などでは パネルは折りたたまれ、タコメーターとスピードメーターのみ表示されるという仕組みである。2017年3月7日のジュネーブ賞での発表後24時間を待たずに日本でも発表された。日本では同年7月から販売される予定。マクラーレン 720S をジャパンプレミア朝日新聞デジタルマクラーレン次世代型スーパーシリーズ用に新開発された。 カーボンファイバー製車ーを公開。オートバログハット F1 技術を注入。マクラーレンがバージボードを搭載した新型車両 720S を都内で発表オートスポーツウェブマクラーレン 720S をジャパンプレミアウェブク区。ありがとうございます。